ね、うん、これ持ってきたけど溶けそうやけん冷蔵庫に入れて。うん、いい感じ。あ、すごい、すごい。するならさ、黄色のがいいかな、どっちがいい。なんか逆光やけんかな、くない逆光の方がね、肌がね、怖い。あ、綺麗に見える。閉めてみる、一回閉めたら。あ、まあ閉めても、閉めてもいい。でもなんか、なんか開けた方がいいよね、うん。あ、ここつけたらいいのか。妹つけたら明るくなる。これつける。あ、絶対、あ、絶対つけたらいい。オレンジいるか。ちょっと見てみて、自分の体で見てみる、チェック。あ、オッケー。あ、いらんな。ずっと待ってていいかな、準備しそう。なんか今ね、あさってから舞台初日なんやけど、見に来てほしい。なんかそれでさ、博多弁使うんやけど、こってこての博多弁。そう、てかさ、シャリコイでマック行ったらなんかやばい。溺れた。待って、それ美味しいやつじゃない。そう、初めて食べるこの台、なかなかいい味出しとうやん。袋がめちゃくちゃになってしまってさ、いい感じ。もうちょっと。あ、すごい、すげえ、すごい。 YouTuber 見た。もしかしたら画角が上からこう舐める系かもしれない。あ、上手。イエーイ。あ、そういうことね。どう？ちょっといい、ちょっと後ろはもうちょっとして。ああ、いいんじゃない。普通にこっちもなんかもちろんいいよ。顔はつらんけど、ちょっとうちら下がれば、下がって食べるみたいな。この近づきで僕が見えたくない。ちょっと上げていい？上げよう。上げて、よし。なんかついたわ。めっちゃ下がってくる。これが下がりすぎると良くないかなと思って、あ、両面止めとったよ、これを上げて。だから近い近いってするわ。変なものじゃないです。ゴミつけて出る人おらんやろ。Thank you。あ、マック久しぶり、嬉しい。マジ？全然久しぶりじゃなかった。めっちゃ嘘つくよ。だいたい、あの、久しぶりとか初めてとか言いがち。すぐ嘘つく。あ、全然違うのに。なんかこのナゲット、なんかナゲットもちょっと欲しいから、あ、怖い。こいつの存在感。最下位すごいよね。あ、いいんじゃない。あ、ちょうどいい。ちょっと待って。よし、オッケー。オッケー。じゃあ始めていこう。あ、緊張しちゃうんだけど。はい。挨拶とか。挨拶。そう、ずっとこの2人で YouTube したいって思いよって。思ったっすね。で、とんこつ姉妹か、とんこつ日記か。そうやん、とんこつ日記。で、とんこつシスターズがいいって思ったんやけど、この3択。とんこつ日記かわいいよね。ね、とんこつ日記。なんか響きかわいいのがいい。そうそう。やし、なんかうちらが大人になってみたときに、ね、すごい懐かしく感じそう。ほんとにアルバム的なテンションで。確かに。見るアルバムね。じゃあ今日はとんこつ日記でいこう。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、なんで皆さんこんにちは、とんこつ日記みたいな感じで始める。最後じゃない、とんこつ日記。なんか言わんでいいんじゃん。あ、そっか。なんかとんこつ日記みたいな。ああ、キラリラリラリン。作るわ、作るわ、作るわ。アルッピです。待って、急にアドメできたのさ。あ、アルッピこと小玉遥です。あ、96年生まれ、27歳です。うわ、恥ずかしい。こんな感じ。みゆみです。中みゆみです。2001年9月6日生まれの21歳です。やばい、2001年生まれやったんや。21世紀なんです。2000年生まれ以上ってことはすごいね。超若いね。超若い、うん、もう22になる。めっちゃ若く感じる。え、でも私ギリギリ Z 世代に入っとっちゃう。96年から Z 世代らしい。よかったと思って次世代メンバーに入れると思った。そうね、めっちゃ嬉しかった。え、 Z 世代の方がいいよ。なんかこっから、うん、96年以降に生まれた子たちがこれからの時代を作るって言われると思って。で、今度 Z 世代の取材みたいなの受ける。え、マジ。そう、なんか嬉しくない。嬉しい。そう、絶対読むね。なんか年が一個違うだけで、その世代かかられ、悔しくない。悔しい。ゆとりとかね。そう、ゆとりまでしか知らんかったわ。で、私たちなんでこうやって撮ってるかというと、どう、何だっけ。何だっけ。あ、3年前ぐらいに映画で共演して懐かしい、ね、で、事務所一緒なんやけど、ね、で、福岡県出身なんや、2人とも。最寄り一緒やしね。そう、地元めっちゃ近い。で、
そこで意気投合して動画を撮ろうってなってます。全然慣れてないけどマジやばいよね。頭切れとっていいんかな。可愛いでいつでも食べよー食べよー。どっちがいい？今なんか期間限定のハワイフェアのやつ買ってきました。美味しそう。ざく切りポテトビーチがハワイ版ガーリックシュリップです。めっちゃ噛むよ。こっちがなんか辛いらしいよ。辛っぺいの大丈夫？辛いのいける。大好き、大好き。一回これ一回これで喉乾いたよ、ね、喉乾いた。いただきます。いただきます。うまい。美味しい。うまっ。何これ、何味これ？ブルーハワイ的な。まあ、美味しい。美味しいね。私さ、炭酸苦手やけんさ。あ、そうなんだ。微炭酸でいつも嬉しいんだね。氷が入っとったから嬉しいみたいなやつ。あ、そう、ね、絶対入れとってほしい。何派？そうそう、どっちもつけたい派。わかる。そうだけどモバイルオーダーしてしまったけん。あ、モバイルオーダーこれだけ？そう、2つ入ってこんかった。なんか店舗で頼むときはどっちがいいですかって聞かれるんだけど、うんうんうん、え、どっちも欲しいですって言ったら普通にどっちもくれるサービスで。そうよね。うん、うまそう。美味しそう。ガーリックシュリンプ。私はえ、めっちゃ美味しそう。ね、ポテトでかい。なんかハッシュドポテトビーフみたいな。イエーイ。チーズ大好き。いただきます。いただきます。うまい。辛い。そう、やっぱ辛いんだ。辛い。これめっちゃ美味しい。ガーリックシュリンプ美味しそう。うん、塩気がすごい。交換する、うん、いい。そういうの大丈夫系な人。私大丈夫。私も全然大丈夫。え、ボリュームがこっちの方がでかいかも、うん、ね、うん、ギュッてせんと、うん、美味しいですか？ちゃんと可愛くここに つけておりまして。結構辛いね、ちゃんと。うん、美味しい。よかった。私が買ったわけじゃない。ハラペーニョソースがうまい。ハラペーニョね。今日めっちゃ噛むよ。ハラペーニョ。ハラペーニョ。かわいいね。うん、美味しいよね。なんでみゆみは家からチャリでここまで来たんや。やばくない？こんな炎天下の中チャリで来たよ。私絶対死ぬやんって思って。しかも途中迷子になってさ、うん、電話しながらさらにプラス10分かけたもんね。だよね。いや、私ミユミ泣いとるんかなと思ったんですよ。え、暑くてなんか本当に辛くてみたいな泣いとったけん。え、やばい、ミユミ泣いとると思って。それ笑っとっただけ。あ、よかった。マジ泣いとうかと思って超心配になった。優しい。え、けん、本当に大丈夫ってめっちゃ言うたの。それやか。そう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 、心配だと思う。大丈夫だった？でもこの笑い方。あ、よかった。笑いよった。え、でも私この前泣いてよ、暑すぎて。なんかってテレビ局の収録行こうとして、うん、タクシーで行ったんや、うん、絶対汗かきたくないと思って、うん、でタクシーで現場まで行ったのに、その人が場所知らん系の運転手で、うん、多分ここら辺ですみたいな感じで、あ、自分も違うなって思ったけどさ、そういう時言えんタイプやけ、うんうんうん、ありがとうございますみたいないい顔して降りたら、うん、全然違うの、その入り口と。やばいと思って汗かきたくないと思って思ったのに、うん、なんか普通に炎天下の中歩かんといかんくて、辛すぎて泣いた。マネージャーさんって言われた。ほんとこんなんなのみたいな。何のためにタクシー乗った？あ、もう、あ、ほんとに無理みたいな。ダメみたいな。あ、もう無理、どこみたいな。そういうの。ずっと入り口探して。辛かったね。うん。そういうのなんか泣いちゃうんだよね。なんか不服で。なんか自分もね、言えんくてね。そう。クソ。あれなんなんだろう。あと電車に遅れそうな時も泣いちゃうの。私それあるかも。それはあるかも。ある、うん、タクシーは基本のランキングはあんま分からんかったけど。うまい。私よかった、口癖はうまいって言われたら。よかったって。自分が作ったわけでもないのに。何でもよかった。かわいい。つないでしょ。かわいい。続けてもいいと思う。とんかつ日記。よく言う言葉。うん、悲しい、これ。うん、食べたら分かるよ。なんだろう、どうした？え、どうしたんだろう。ナゲットって冷めてもこんな感じじゃないはずだけど。いただきます。なんかの加減間違えとるよね、これ。どうした、水分が なすぎて、いつもと味方が違う気がする。なんかもうちょっと、でもジューシーだよね、うん、熱さで干からびた。
もうみんな嘆いとるよ。うん、嘆いてるもうくたびれてます。で私ポテトしなしなな方が好き。マジ？どっち派？私もしなってるが好きかな。うん、くたくたがいいかな。珍しくない？そうかな。カリカリ好きって人の方が多くない？うん、ホクホクのやつは、うん、太かったらいい。太いやつはホクホクがいい。なるほど。あの、あ、細かサブウェイのポテトわかる？どっちが好き？ハンバーガー。お、ガーリックシンプル。うん。難しいよね、うん、これみそ。ハンバーガーって綺麗に食べるのめっちゃむずいね。ニンニクじゃないけど、うん、私初めのデートでハンバーガーは絶対に嫌だ。やだ？うん。なんかナイフとフォーク系やったらよくない？カフェで。え、なんかナイフとフォークも嫌だ。デートで？一番最初のハンバーガーが嫌だってこと？いや、ハンバーガーも嫌やし、そのシルバー使う系の料理嫌だ。嫌なんだ。なんか自分のさ、見定められとる気がして。あ、テーブルマナーとか。あ、そう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 。あ、全然大丈夫なんやけど。居酒屋とかがいいってこと？じゃあ初デートどこがいい？ご飯屋さん。寿司。初デートで寿司の方がいいよ絶対。確かにね。カウンターで超緊張するよ絶対。しかも一貫一貫がすぐ食べ終わるのに、うん、次出てくるとき意外と時間あるけん、初デートめっちゃ難しいと思うよ。超上級者だと思う私的に。あと初デート寿司が衝撃的すぎる。だって何食べたいって言われてお寿司とか最初に言うってことやろ。私絶対言えんもん。リアルなのよ。リアルなの。リアルに、リアルにね、もうこの人いい人だなと思っとって今後がありそう、気になる、付き合いたいぐらいの人と、じゃ初めてのデート、初デート、ビール飲みたい。ああ、ビール飲みたい。ご飯長好き、どこ行きたいって、じゃ LINE に聞かれました。はい、焼き鳥。うん、いいチョイスだと思う。本当？私も焼き鳥言いがち。焼き鳥がいい。あ、マジ？言いがちかも。焼き鳥いい。飲めるし食べれる。そう、飲めるし食べれるし。いい。焼き鳥いいと思う。行きやすい気がする。行きやすいよね。あ、なんか、あ、ランクのそれぞれやな。めっちゃ大きいのもあるし。なんか鳥貴族とかスミレみたいな、チェーン店もあるし。私スミレ行ったことないわ。嘘。私結構好きなんやけど見かけるけどさ、あの、うん、焼き鳥のお店やったよね。何のお店か知らんかった、うん、そうそうそう。めちゃくちゃ、ね、私も今ゆっくり食べる。ゆっくり食べる。食べんでいい？今何？でも40分も撮っとる。よう喋ったわ、うちら。喋ったね。でこれ10分ぐらいにまとめるってことやろ。編集が大変。大丈夫、いけるか。近い止めとくか。ブヒブヒ。はい、こんな感じで2人で動画撮ってみましたが、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。やったー、初動画。これがね、好評だったらね、ね、また次も撮っていこうと思います。イエーイ。とんこつ日記応援よろしくお願いします。また見てね。危ない。この動画が良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、そしてコメント、コメントよろしくお願いします。待ってます。バイバーイ。